を合わせる力。テレポーションシップが投下しているのはガンマ型です。リーダー、やった。脅威です。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。
一石です。聞きたいことがある。エイリアンの戦術は不可解だ。人類がこれまで持ちこたえられたのはエイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない。彼らほどの文明があれば人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ。エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです。怪物の体液には未知の微生物が含まれていました。怪物が死ぬために体液が流出し地球上に微生物を拡散させています。そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです。環境を浄化するということか。推測に過ぎませんが怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません。つまり人間を襲って繁殖し。注意しろ、力を合わせる。テレポーションシップが投下しているのはガンマ型です。激しい戦いになりそうです。こいつら弱そうだぞ。あの怪物は侵略生物ガンマだ。十分に注意しろ。脅威です。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。合戦撃沈。敵戦シップが投下しているのはガンマ型です。こいつら弱そうだぞ。あの怪物は侵略生物ガンマだ。十分に注意しろ。脅威です。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。じゃあ俺に任せておけ。
シップガンマ型を投下。まだ遠い。このままでは持ちこたえられない。テレポーションシップを破壊するぞ。戦術は不可解だ。人類がこれまで持ちこたえられたのはエイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない。彼らほどの文明があれば人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ。エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです。怪物の体液には未知の微生物が含まれていました。怪物が死ぬたびに体液が流出し地球上に微生物を拡散させています。そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです。環境を浄化するということか。推測に過ぎませんが怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません。つまり人間を襲って繁殖し多くの微生物を地球上に撒き散らす、それが怪物の役割か。エイリアンは地球を作り変えようとしています。